投票しないとダメみたいに言うでしょ、みんな。選挙で投票しようとかって本当マジしょうもないと思って、そのお前が出馬しろと思うよ。ビリギャルチャンネル。こんにちは、ビリギャルチャンネルの友田先生でーす。さやかでーす。にんにん。にんにん。今回前回の、まあ、ちょっと続きっぽい感じで、なんか選挙の、なんだ、ルールっていう観点で、投票っていうのはした方がいいのかしない方がいいのかみたいな話っていうのをちょっとしてみたいなと思うんですけど。うんうん、そうだね。はい。なんか、最近ちょっと選挙もあったりさ、あ、若者よ選挙に行きなさいみたいなさ、うん、ツイッターもめちゃくちゃ溢れててさ、うん、で、うんうん、学生側の意見ってあんまりなかったから、みんなの意見も聞かせてほしいよね。そうね、聞きたいね。うん、だからそういう意味で言うと、僕だから選挙で投票しようとかって、ほんとマジしょうもないと思ってて、そのお前が出馬しろと思うのよ。確かにね。わかる。本当にね、今回の都市選で思った。なんかすっごい一生懸命みんなさ、大人の人さ、うん、選挙行きましょう、若い人たちは行かなくてダメだってすごい言うけどさ、日頃そんな選挙のこと言われないの。なんでこんな時ね、その日に言われるの。いや、本当そうね。ちょ、俺、あれな、要は権利やんか、それこそ。うん、投票ってさ、うん。で、なんかこの投票しないとダメみたいに言うでしょ、みんな。うんうん、なんか非国民みたいな。そう、な、あのさ、ご飯をさ、ちょっと残しててさ、うん、めちゃめちゃ食えって言われたりとかさ、わかる？いやもうお腹いっぱいなんですよみたいな。あの、なんていうの、農家の方が一つ一つをすごい大切に作ってきて、うん、ね、88って米っていうのは88っていう工程がどうたらこうたらみたいな。いや、わかるけどお腹いっぱいなんですよ。わかる？それを毎日言われる感じ。あとなんか冷蔵庫にアイスクリームが入ってるけど、それはあなたは食べる権利があるんですよ。なんでそれを行使しないんですか。アイスクリーム食べてください。お母さんが買ってきたんですよ。アイスクリームっていうのはね、先人が作ってきてね。うるせえよみたいな。ウケる。いや、それをアイスクリーム屋から言われるならまだしもさ、全然知らないやつからさ、もうあちこち毎日言われるんだぜ、アイスクリーム食えっつって。お前、マジうるせえわ。それで誰が選挙行こうと思うねんって思う。いや、ほんとにそれはちょっとね、思ったね。あの、当時の、あの、今だったらね、ある程度政治にも興味が あるっていうか、主体的に考える力も、まあ、当時に比べてあるしね。当時の、そのなんか、は？自民党？は？みたいな。え、な、他に何とあんの？みたいな私だったわけで、はいはい、うん、そういう私だにのことを想像すると、はい、死んでもいかないだろうなって。逆にね。うん。だって誰に入れたらいいかもわかんないし、うん、その日頃から、例えばその考えさせられる教育とか、うん、なんか本当にこう政治の一部ですよあなたたちはっていう教育受けてるんだったらまだしも、うん、そんの全くで、逆にそういうのしちゃいけないでしょ、なんとなく日本って、うんうんうん、なのに政治は大事、選挙行けっていうのはちょっと身勝手だなって思うんだよね、うんうん、いやー本当だね。いや本当にそう思うよ。だから僕はなんか選挙っていうのは本質的には自分が出るか友達が出た時に応援するかみたいな、うん、そういうもんだと思うし、自分が変えていくんだったらね、全然いいと思うけど、あとなんか自分の友達が、ね、出るから投票してくださいとか、うん、それはすげえわかるのよ、うんうん、そしたらああいいよとか、うん、頑張ろうみたいな話なんだけど、単純に白票でもいいから選挙に行けみたいなのはマジで意味ないよね。そう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 、とりあえず後で吐いてもいいから、とりあえずアイスクリーム食えって言われてるみたいなもんですよ。なんでってなって。まあでも一個言いたいのは、坪田先生って政治、私誰よりもって言ったら語弊あるけど、もう一周回ってそこにたどり着いたでしょ、うん、あ、そうそうだね。だから俺はだからやっぱ20代後半とか30代前半は、あの投票率 100% っていうのが正しいだろうなって思ってたよ、正直言うと。うん、で、ある種、まあ、言い方あれかもしれないけど、うん、そう信じて、いろいろ考えて、いろいろやった結果、うんうんうん、諦めてそこに行ったんじゃない？ああ、諦めたっていうか、これ別に現実論、理想を諦めて現実になったんじゃなくて、むしろ理想だと思ってたことっていうのが、理想ではなかったってことに気づいたって感じかな。
あ、なるほど。うんうんうん。投票率が仮に 100% になってしまったら、うん、逆にとんでもないことになるはずだと。あ、どんなふうになるの？それこそ闘争状態が起きる。へえ。つまり全員がめちゃめちゃ政治に興味を持ち始めて分断が起きるわけよ。それこそさ、今よく僕ら一番嫌いな言葉が、最近嫌いな言葉がシルバー民主主義っていう言葉。子供たち、若い人、だからみんな言うじゃん、若い人たちに投票行けと、選挙行けと、うん、で、みんなおじいちゃんたちのところが、要は人数が多いから、うん、その、なんていうの、おじいちゃんたちのさ、理屈とかさ、で、年金とかに使われてて、教育とかには全然使われてないと、でそれが良くないって言って、そのシルバー世代の人たちのためのものになってるから、うん、だから良くないんだみたいなこと言うんだけど、いやいや、おじいちゃんたち大事だからと。なんかちょっとね、なんか脇に寄せられさせるような感じがある。老人はさ、ダメとかさ、老害とかさ、シルバー民主主義とかさ、みんななんか老人が敵かのように言うじゃない。うん、いやそうじゃなくて、いやそれこそ僕らはその人たちの肩に乗って生きてんのよ。なるほどね。その戦後さ、焼け野原でさ、そこからさ、すごいこう今復興してさ、みんな当たり前のようにさ、綺麗な公衆ね、トイレとかでさ、あのできたりとかさ、電車だなんだとかもさ普通に乗れたりとかしてるのってさ、うん、今おじいちゃんおばあちゃんたちがさすげえ頑張ってきたから以外の何者でもないわけよ、うん、何が言いたいかっていうと、あでももちろんさ未来だって大切じゃん。でもさ、でも、うん、みんなおじいちゃんとおばあちゃんになるしね。そう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 、だから要はどこを向いてるかで、例えばそれこそミャンマーとかだとさ、うん、あの国民の平均年齢が23歳とかなんだよ確か。めっちゃ若い。若い。だから逆に言うと、じゃあそういう国とかだったら若い人たちってのための法律っていうのが作りやすいわけよ。うん。じゃあそこで働けばいいじゃんっていう話。それがいいならね。そう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 。あとそういうので言うと、なんか頭脳流出だなんだとかっていう人もいたりとかするんだけど、別に日本に囲い込む必要ってそもそもないというか。うん。世界中のだって日本の子供たちにとかって言うけど、別にアフリカの子供たちだって大切だし。そうだね、なんか境目作る必要はないよね。先生も前言ってたけど、国の境目って誰が決めてんのって言ってたよ。そうなんだよ。だから例えば静岡県と愛知県のこの境目なんてさ、うん、勝手にそんなもん明治政府が決めただけの話でさ、それが200メートル違っただけで、私は静岡県民です、私は愛知県民ですって言ってるのって意味わかんなくない？確かに、ほんとそうだよね。日本もアメリカも一緒だしょって。そう、一緒だしょ。いやだからまあ何が言いたいかというと、こで結局僕らって地球人で、うん、そのなわけでさ、そう考えた時にさ、新しくやっぱルールって作っていかないといけないんですよ、うん、今までのその例えば日本がここからここまでですとか、中国ここからここまでですとか、今だってそれこそ中国がさ、うん、何あの沖縄っていうのは、日本から取られた国だみたいなことを言い始めたりとかしてるわけ。それを国内でバーって言ってるからさ、それが20年、30年続いてきたらさ、何が起こるかっていうとさ、沖縄がすごく紛争地みたいな感じになってくるんだよね。で、そうすると結局、そこで軍事力が物を言うみたいな話に今度なってきたりとか、うん、だん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 そういう感じになってきてて、近代国家みたいなのって、本当にそこって分ける必要あるのとか、そういうところまで含めて考えていったりとかしなくちゃいけない。まぁ、ちょっと話がだいぶ逸れちゃったけど、うん、まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱルールは守るか、守らないかじゃなくて、うんうん、その作るか守るかだと思うのよ。自分に合うルールのところに行く勇気があったら守れってこと。そう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 、うんうん、そういうことだと思う。そうで意外とやっぱ校則っていうのを、うん、あの変えれた時に、あそういうことってなる思うのよね。そう思う。なんか先生それでさ、自分が変えられたところからさ、すごい政治興味が湧いたりするんじゃない？うん、あそうそうそう、本当そうだよ。ね、うん、そういう人世の中のね。そう、大抵のものって変えられるし、みんなが無理って思ってることって、いや、うん、それはできないでしょみたいな感じのことっていうのがなくなってくるからね。そうだね、それめちゃくちゃ大事な体験だと思うな、はい、自分ごとにするっていうね、体験をしてほしいね。うん、ぜひぜひ、うん、はい、じゃあさやかちゃん、最後に何か言いたいことありますか？ルールブレイクじゃなくて、ルールクリエイトやっていこう。それ俺が言ったやけど。いかにもすごい名言言いましたみたいな。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。